ユアーズはかつて東京、青山にあった高級スーパーマーケットである。当時は珍しかった輸入食品や輸入雑貨などが販売されており、日本で初めての24時間営業スーパーとしても知られる。かつて青山ユアーズがあった青山通り、青山三丁目表参道区間2006年ユアーズが開店したのは1964年とされる。 ユアーズで取り扱っていた商品は輸入食料品が中心で、アメリカ風の店内にはハンバーガーやサンドイッチが食べられるカウンターがあり、入り口にはハリウッドのチャイニーズシアター前にあるようなスターたちの手形、足型、サインなどが入った石板が並んでいた。スーパーマーケットはビルの1階と2階で、1階では食料品の他輸入雑貨、2階では洋服が販売されていた。 また、店の脇には駐車場も設置されていた。男性店員は、白いワイシャツにネクタイを締め、黒く長いエプロムをつけた。レジの後ろで紙袋を広げる際に、袋を大きく上下に振って、パンという音を出すパフォーマンスを行った。ユーアーズの所在地は、表参道にもほど近い港区北青山山丁目の青山通り沿いで、店には、石原雄次郎、岡田真美、 タミヤ二郎ら、当時の人気芸能人らも毎日のように、出入りしていたという。1965年に公開された日本映画、海の若大将にも、星ユリ子扮するヒロインの勤務先として、実際のユアーズが実名で登場する。営業時間は、朝10時開店、深夜1時閉店であったが、やがて深夜3時までとなり、その後24時間営業となる。 ユアーズは1982年入居していたビルの取り壊しと同時に閉店した。ユアーズ経営者の妻は女優、浅田康子で、浅田はユアーズの閉店後にも店に置かれていた石板を倉庫に保管していた。浅田はこれらを新東方ニューフェイス第4期の同期生だった、本田和夫が経営する劇場、本田劇場に寄贈、1960年代から1980年代に、 活躍した芸能界のスターらを記念する40枚余りの石板は2005年8月以降、ホンダ劇場の地下駐車場に設置された展示場、星星の手形に展示されている。AB、研究報告書これからの都市生活を考えて、いくための新世代コミュニティの研究、公益財団法人ハイライフ研究所2011年3月、P18ABC 星々の手形から、 有名スター41人手形展示場、ホンダ劇場グループ公式ホームページ、平成24年1月10日閲覧、青山通り、スーパー物語東急ステー、青山プレミア2009年9月28日掲載、平成24年1月10日閲覧、石倉三郎のコラム、石倉三郎行きに行きたい、24の瞳映画村、2018年10月20日閲覧、 石倉は、レジ打ちのアルバイトをしていた。ありがとうございます。